毎日ウクライナロシアの国旗を目にします。頭によぎったのが旗の向き。日の丸は縦横どう反転しても成立しますが、考えてみると珍しいですね。頭に浮かぶのはスイス、イギリス、イスラエル。青に黄色丸のパラオは左に寄っていて反転すると逆になるし、アメリカなど星が右下だと勢いなさすぎ。日の丸は子供でも描ける美しいデザインですね。先生が持っている国旗辞典に縦横反転しても成立する国旗ってありますか？縦横反転で成立する国は結構あると思うんですけどもね。でも日の丸も一応厳密に言うとポール側にちょっと寄ってるんですね。ど真ん中じゃないですね、ちょっと寄ってるんですよ。その方がはためいた時に綺麗に見えるらしいですね。なので厳密にはど真ん中じゃないということ。そうそうそうちょっと左寄りというか、どっちがポールかによりますけどね。一応国旗を方式的に表記するときには左ポールで書きますから、そういう意味ではちょっと左寄りなんですけどちょっと右寄りに変えた方がいいですかね。でもやっぱり見え方はね、ポール寄りの方が美しいらしいんですよね。ちょい寄りなんです。でも実際の日本はもう完全に左ですからね、ポール食い込んでるぐらいだと思うんですけどね。そうなんですよ、厳密に言うとそうなんです。ただね、まあ通常裏返しに見てもまあまあ同じように見えますからね。フランスとかイタリアの場合は一瞬同じように見えるけど色の並び方が変わっちゃいますからね。オランダとかはね、裏から見ても全く一緒ですよね。だから横ストライプは裏返しにしても全然変わらないので、横ストライプは結構ありますよ。反転させるとそもそも国が変わっちゃうってやつありますよね。ポーランドとどこだっけ、裏になると逆の国になるとか、はためいたらもうどっちの国か分かんないみたいな。あ、ポーランドとインドネシアか。同じ色で同じストライプだとこれ結構ややこしいですよね。確かこれよくクイズとかで出るやつですよ。似たような国旗バッて見せられてどっちって言われて、うんって一瞬分かんなくなるやつありますね。はい。